もいけそうだけどな。これ準決勝なんですよね。これ準決勝です。内田さんはマリガンした。井川さんの方が上で抜けてるのかな。井川君再抜けですけどね。井川はエルドラージか。エルドラージドローンですね。井川君マリガンしてますね。マリガンしてる。内田さんはデッキなんなのね。内田さんが先手なのか。アブザンか。白黒はい。なんかこの土地できたアブザンって勝手に思うんやけど、なんかそんなことない。なんかまあ今のご時世なかなか白黒トークンではないと思うんで、内田さんはでも白黒トークン、白黒エルドラージ、白黒エルドラージか。摂氏ハンコンつく土地やね。そうですね。墓地を使うデッキが憎いから白黒エルドラージを使う。そんなになんで墓地そんな墓地なんか嫌なこと思い出あるのかな。もしかしたらレストインピース黒力戦で必殺技をそう持ってるかもしれない。そう。そんなになんか墓地になんか恨みあんのかな。今日は成績は801、おそらく1位か2位でしょう。そういう思い出でデッキ選ぶの好きやで。さあこれまで何代目の権者、手札抜いてカード1枚引くのか。そうですね。この動きした場合どうなの。まず引いてから抜かれるの。スタック上キャストで引いてから抜かれますね。引いてから抜かれる。着地能力スタック、離れた時のワンドロー、離れた時のワンドロー処理して、でそこから抜く能力、変異エルドラジ3枚ありますね。相当な判断やな。変異初手には1枚か2枚やったと思うんだけど、何故ってやつ。何故こんなに引くのか。あれ、あ、ワンドローしたのか。なんで土地あるんやろうと。そうワンドローした。ならワンドローした。そんなに墓地嫌いなんや。何が彼をここまでかきたてるのか。そんな内田さんの今日のビッグマジックオープンに関する、望むこと、感想というか望むことは特にありません。大満足ですと。あら、相当楽しんでくれてるみたいですね。あらら、いいこと言うですね。なんかね、墓地を使うデッキが憎いということは、もしかしたらドレッジばっか踏んですごい満足してるのかもしれない。教科書通りみたいな答えを。さあ内田さんは変異エルドラジオキャスト、これは難題の研修でバレているハンドですが、井川さんの場にはもうすでに終末を招く者がいるという。さあ2体でアタック。まあでも止めれないですよね。止めるんですかね。3人相通したよ、8点。どうやってどうなの。あ、まあプッシュ持ってんのに打たへんじゃね。フェッチがあるから3人ライフの問題か。これまだ通してないんじゃないですか。これは食らってないっぽいね。まだ通してないですよ。まあ考えて、さすがにエルダーショルンシップシュー使う。シューンじゃどうせ大したもん出てこないし、そもそもライフ持ったんでしょ、担当。結構もうほぼ内田さんからしてみたら自分負けてると思ってるから、都合よく考えて。どうせ何も出んと相手の手札がクソやったら勝つわみたいな。井川さんは精神移籍もあってかなり余裕な学びです。多分そういうプレーしそうやけどね。俺が内田さんの立場やったらもう結構投了してもええぐらいやからね。エンドブリンガーでね、ほんまにゲームが。エンドブリンガーってカードも引けるよね。カード引けますね。エンドブリンガーに終末を招くのでね。さあ白黒エルドラージ対エルドラージとの戦い。ここを見るとデッキ相性的には井川さんのエルドラージドローンの方がまあカードパワーが高いかなというふうに見えるんですけども。さあヤマケンさんが帰ってきた。海から戻ってきた説。結果見に来たんじゃん。だから誰もいなかった。あれ？もう終わったのよって。ツイッターぐらい見てるんじゃない？いや、なんか誰か探してる感じ。さあ井川さん大変です。まあ A さんにおめでとうを言いに来た可能性が。スはこれで決して耐えない。3は怖い、もう耐えていくしかないですね。確かに、もう知るからね、通したら。で、もう一回。すごい、17あるやん。さすがにもう無理か。トロンが揃ってないけど17ある。エルドラジの人員がね、3枚あったんで。まあ、内田さんの方にしてみたら、まあまあまあって感じやな。マリが2回してて、まあ負けてもまあまあまあえっかってよくはないけど、しょうがない。これはそうそうそう。ミスって負けたとかいうよりは、こういう時に事故った方がお得やからね。勝てる時に事故らん方が得や。ええで。今日って放送って9時半なんですか？9時？いや、今日は会場的に限界まで行こうかなと。なんか続々とみんな帰ってくるんですけど、もう何もないからでしょ多分みんなが。放送も結構テンポが早いんで、7時半やからね、なんかもう早く終わりそうな。我々働く人間としては嬉しい。プレイヤーもまあ早く帰るとは絶対嬉しいですからね。そうですね、明日は5月5日で休みか。休みやけど、まあ井川君に至っては明日北京出発なんで早く帰りたいでしょうね。早く帰りたいとかも。あさっては京都での大きい大会もあるし。そうですね、恥をする人結構いるんですかね。結構中央に住んでる人とかだったら全然射程やけどね、愛知とか、静岡、愛知、山梨あたり、山梨から京都しんどいですよ、結構。山梨からかなりしんどそうですけど、山梨って何が名産か知ってる？え、タマコンじゃないですか。それ山形。山梨はブドウ。名産品っていうのは何なんですか、この2日間の。あと桃ね、長野の桃ってさ、ほっぺたにシューってやったら痛い痛い痛いってならへん？細かい経過でしょ。そう、分かる。これ分かる、イメージはできる。シューってやったら、そう、そんなんするんですかロリさん。乙女か。そう、なんか桃ほっぺたにシューってやったら痛いっていうね。そう、あんまちやらへんやん桃をほっぺたピューやって。昔子供の頃はやったことある。そう、やったことあります。子供の時はね、確かにふわふわして気持ちよさそう。ほっぺたにっていうか、まあ手でシュッとしてなんか痛いなみたいな。ほっぺたはするみたいな。シューって。なんで俺ほっぺたでシューってやってたやろね。もうフェチでしょそういう。なんかね、手でやって痛かったからほっぺたやったらどうなんやろと思ってやったから。痛かろう。なんかリュウジっぽいですよね、そういう部分。ちょっと重なる部分がある。重なる、なんか見えてきた部分が。ローリーさんの中にリュウジが見えてきた。それハマさんに、そうや、ハマさんに言うと持ってきてくれんのかな。名産品？ハマさんだって山梨。たかるなよとしか言いようがない。ハマさんに俺ブドウと桃好きなんですよって言ったら、あ、じゃあ持ってきますよって言いそうですけど。言いそうです。ハマさん申し訳なくなるから。ただハマさんがいい人なだけで。確かに。別に僕らがお好み焼き好きなんですよって言ったら、そうなんってなるじゃないですか。確かに。美味しいとこ行くってなる。そうなるんですけど、おごろかってならないでしょ。黒田さんどこ行ったんですか？だからもう不老者やからな。放浪癖あるからもう年取って。さあ、井川さんと内田さんの、ビッグマジックサンデーモダンの準決勝、サンデーモダンの準決勝は、はい、1ゲーム目はモダン、まあイカモダンとかって放送されてますからね、井川さんが。あ、そうなの？はい。カレリアの放送でイカモダンって。イカヒコなんちゃらじゃなかったっけ？イカは。今イカモダンになってますね。イカエムモダンって書いて、まあモダン。いや、俺のやつちゃんと日程決めてよ、曜日。早く。あれね、結構ね、だから今もういろいろこうイベント重なって忙しかったんで、ね、そう日程全員の調整を決めるって結構大変なんですよ、1週間の。曜日決めてほしい、早く。何曜日がいいかも言ってくれた方がやりやすいです。あ、そうだ。木曜にしようかな、土曜にしようかな、金曜にしようかな。業務中なんよ。業務中。木曜です。そう。ナレンロフさんたまに来てるのに僕の曜日が。いや。たまに、あ、そっか。結構来ますよ。また2人ともマリバンや。スタンダードよりマリバン多いね。確かに手札に、初期手札に求めるものが。ロリさん、偶数日。1ヶ月めっちゃ多いな、15回。しんどいな。水曜にしよう、月曜にして、土曜にして。じゃあ月水と。月水と。滝肉が、木と。A さんが水木金とやりすぎてかぶりまくるし、どんだけわけわからなくなってる。土曜日3つやってるってなんですよ。販売ブースの終了といたします。ユアショーいつも忙しいって言ってるなってツッコミ入ってるよ。このね4月はほんまに忙しかった。4月5月は。暇な日月はあんの？何もない月っすね。イベントが何もなくて、新発売の商品が何もなくて。そんな月ないやろ。ないんすよ。なんかあれ最近はおかげさまでやることはいっぱいある。ありがたいことなんですけどね。やっぱ平日やな、やるんやったら。一回そのマジックの発売日の時に、みんなが忙しくて、リュウジだけ定時に上がって家でもうしてて、まあ、マジで怒られると思いましたけど。空屋にもほんまのくそましで怒られて。昨日帰ってから今日ももう今から帰ったらって朝一言われてなぜか真冬やったんですけど、リュウジがその時なんか T シャツでちょっと袖まくってるみたいな感じで、なんか劇団員の若いやつみたいな感じの服装やったんですねなんか脚本家とかにバチクソ怒られてるみたいな絵になってて、僕は笑いこられたりしちゃったんですけど、そんなんはいいよ。はい、半です。苦花って入ってんだよね、白黒色だし。サイドじゃないですか。サイドっぽいですね、消耗戦とかを見越してとか。何台の傾斜で反動を見る。もう苦花とエルドラジ何もかまなさそうですもんね。うん。なんか、羽織ってる。もう収まりました。大丈夫です。会場が羽織ってました。はい、僕らではないです。おっと、来た来た。いや、わかりました。ジャッジが使ってるマイクやな、多分。はい。いや、なんていうんですか、そのね、定時で上がるのがあかんのじゃなくて、全員が。そのリュウジ以外が残業しなあかんって状態になってるのに、リュウジが黙って、うっすって帰って。M を楽しいとか家で言ってるのがあかんかったっていう話。空気読んでってやつ。マジック班以外の人まで手伝わせてもらってたんですよ、ね、バリスタ抜いたよ。重いカードはもうウルザランダ揃わないぞっていうことなんかな。しかしウルザランダ揃ったら負けやんね、あんなん抜いたらまあそうっすね。まあでも苦花あるしええんかな。確かに苦花のこと考えたらバリスタがいっちゃうざいか。揃ったらでもカーン抜いてもまあ確かに一緒。あんだけ手札ホットやったらもうあかんか。特納みたいな感じだったもんホットやったら何台の受験者が出てきて、これにはラスト1枚の手札のパスという材料アレチは2枚入ってきますね。これは基本アレチ2枚が多いですね。エルドラジトロンは1枚あとね引いちゃった時寂しいからね。こういうのは大体2枚入れるのがセオリーやね。パス対策で何か入れるんやったら1枚は結構引いちゃうから、引いた時ヒュールリーってなるからさ意味ないやんってですね。入れたのにわざわざ入れたのにね。確かにブレードスプライサー入ってんね。なんかやっぱ白黒トークにエルドラジが入ってる感じなんですよね。そうやね。アグレッシブな感じがすんね。そうですね。軽量食いちゃう。攻めますって感じは本店白黒ミシェラと苦花いいっすね。相性確かに失った分のライフ固定しつつライフはティムで苦花出された時はどうしたらいいの？ティムもしティムコントロールして自分で、あティムそう本体打つかトークン打つかどっちがいいか。ちょっと今ハマチのトラウマやん。関係の話やめてもらっていいですか？ガチのトラウマやんけ。ハマチのトラウマじゃない。人は成長するっていう。攻めます寂しい使い方2マナの使い方はちょっと寒いけど、まあ、確かに4点くらいだと次死んじゃうからなっていうのは、ね、これで一旦伸びたから結構でかいんやけど、そう最初本体打った後から苦花やあれ、ね、ライフメモやからね、そういう目にあったんですよ、ね、みんなそろばん型やったら多分一生本体打って負けてました、ね、この話結構一生本体打ったら勝ってたんかそういや結構知ってるなこの話だ。ずっと知ってるんですもんね誰か聞いたわからんもはやさあここでこれで次のターンソロコードはなくなってますね。いや今ミシュラ行くのは作り変えるものでそのウルザ土地引かれるリスクの方が高いかなっていう。あの目さ、4744の目あれって出して何もキャッチできひんくても引けんの？引けますね。場を離れたら引けます。はい。相手低ゾロやったらただ10ぐらいで引かれますね。右側のトークが全部当たって飛行が全然止まってないですね。これはもう爆薬おぶりみました。オールイズ出した。全部打てない。マナーがないっていう。これでいちいち内田さん全然ちょっとええ感じ。相性は悪そうに見えるね。内田さんが若干悪いんじゃないかなって感じがしますね。ぱっと見やけど井川さんも、無色単のデッキなんでやっぱりエンチャントとか出てくると、オールイズダストぐらいしか触るものがなくて、結構きついみたいな。バリスタ抜き正解やったね。確かにコメントも入れてるけど、まあバナニーガーで勝つにはやっぱバリスタ抜いてしまえば。久しぶりに聞いたな、バナニーガー。今日レガシーは映ってないです。次映るの予定あるかちょっと聞いて。決勝ぐらいは、いや決勝は絶対映したいな。でもモダンもね、多分時間的に同時決勝、ほぼ同時でやってる感じがするんですよね。待ってもらう時間ない。会場の時間的にきつい。10分ぐらいだったら待ってもらいたいけどね。うまいこといけばいいんですけど、レガシーもやっぱ決勝は見せてあげたいし。そうですね。モダンは、今回は次のねグランプリ1ヶ月後っていうか、もうすぐ今月中か迫ってきたグランプリ神戸が、そうですね、モダンやから、モダンを中心に移しつつ、BMI 級のスタンダードの決勝とかを、ちょくちょく挟んだ感じ、今日はそんな感じですね。山県対 A さんとかのフューチャー挟んだり、モダンがやっぱりプレイヤーも一番参加が多かったんで、人気もあるし、レガシーは環境は動いたんですけど、別に新デッキが出てきたわけじゃない、新しいデッキできたわけじゃないですね。トップ8残ったのは、青赤出るわ、グリクシス出るわ、黒炭 DD リアニメイトだけちょっと考えてる、ダークデックスですね、黒炭ダークデックスプラスリアニメイトのコンボデッキ、赤炭バーン、グリクシスコントロール、エルドラージストンピー、デサードタックス、で、青赤出るわ。赤バーン気になるな。赤バーンって書いてあるからね。やっぱ結構変わってるんちゃう。赤バーンとかちょっと久しぶりに来ました。駒総裁がに弱いデッキが戦えるようになってるよ。赤バーンとか駒総裁決まったらはあやったからね。絶対取らないですもんね。奇跡に決められたデッキが6ぐらい。アントがね結構野放しになって活躍するのかなと思ったんですけど、抑え込まれたみたいですね、デルバーとかに。これはモダンです。はい、今流してるのはモダンの準決勝ですね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。いよいよもうこの配信も終わりが近づいてきて。いよいよね。ダークのもっちゃんどこ行ったのかな。そろそろ裏でやってたケイタさんの実況も終わりそうなんで。もうそろそろこっち側に流れてくるんです。どうなの？レガシーの決勝いけるのかな。タイミング合えば行きたいですけどね。気配的なもう聞きたいけどね。ちょっとスタッフが仕事に追われていない。モダンでランタン使ったつわものいるのだろうか。300、400人近くいた。あれなんなん？あれはつわものっていうか、モダンのランタンは普通に強デッキなんで。あれグランプリ優勝してたよ。そうそう、勝ちたかったら全然選ぶデッキですね。吉彦なんてこれ準決勝ですもん。ファイナルの準決勝。はい。トップフォースは。決勝は、せっかく決勝やから僕は移してあげたいっていうのは思うんですよね。それはね、もちろん。だからモダンの決勝残った人が待ってもらえるかとか、その時間の都合の問題ですよね。移ることよりも帰りたいのを優先してしまえば、プレイヤーが。決勝、ここまでスイスランド移してきたんで、モダンの決勝は絶対配信したいところということで。黒田帰ってきた。黒田レガシーってどうなってんの？レガシーまだ準決勝。セバタがランタン強い言うとったねって。ランタンは普通に強いでしょ。セバタは何の強い？シャレみたいなデッキやからランタンって。そうそう、ギャグみたいなカードばっかなんですけど。安って感じやもん。今逆に高いんですけどね。ランタンができちゃったから。あれもランタンが強いというよりは穴橋が強いって感じ。まだトップ8ない。あ、じゃあモダンがさっき決勝で最後レガシーの決勝になる可能性もお見せできるかも。長いね。まだトップ8なんや。レガシーはまだトップ8やってるの。モダンはもう、いやモダンもトップ4やから。はい。じゃあモダンバンおる。レガシーじゃトップ4。両方トップ4。お願いします。さあ現実の砕くもので井川さんが3ターン目ぶん殴って内田さんはターン返す。もう出てきて早ない。3ターン目ですね。リアリティスマッシャーさんさすがに白黒トークンでちょっときつない。しかも内田さん途中止まってますね。わかんね。しかも無色ですかあれ。いや。あ確かに。これはきつい。リアリティスマッシャーマジもんやからな。大天使のセーブかけに針で何止めんの。まあでもパスとイグザイルがあるやろから白マナ引けばデデンと。針は何止めたんでしょうね。デデン。問題ない。あれヘンヤルドアジじゃないかな。機動型能力でいうと。後手でニガバナと多分パスとイグザイルとかいろいろスペル充実してたからまあ。白黒ランドばっかやろうから、まあ、ランド1個でいけるし後手やしってことで、まあ、キープしたんちゃうかな。まあディスカードしなかったんでマリガンしてるんじゃないですか。東も一緒っすね。準決っすね、うん、はいはいはい。バンタイエルドラジデスタクデルバーの準決勝をレガシーもやってるとこれでまあもう終わりやね。石の宣告でもない限りそれやっても相当それやってもスマッシャーチャンスですね。まあしょうがないね。後手でランドキープしたから多分かなり良かったからね手札こっちから見た感じ。惜しかったね。1-1までもつれ込んで。そうですね。でもまあ相性も悪いしっていうのでまあ思い切ったキープがまあ裏目に出た感じで。まあまあ悪くない。多分マリガンしてるんで、まあそれもある。シャーナキープっていうのもあるんですけど。多分マリガンして戦術も込みで後手やから。で白マナ色マナ引くだけっていう。色マナ1個引けば回りそうやからキープしたら引けんかったって感じや。